給付の対象となるのは住民税が均等割のみ課税されている9,412世帯と18歳以下の子供がいる低所得の5,203世帯です。国は長引く物価高騰対策としてこれらの世帯に対し全国の自治体を通じて給付金を支給することを決定。これを受け長崎市はおよそ14億円の予算を先決処分し 今年3月下旬にに支給を開始することししました各世帯への給付額は住民税を均等割額のみ課税されている世帯に10万円低所得世帯の18歳以下の子ども1人当たり5万円となっています。